皆さん、こんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。今回はアメリカの整形外科医についての話をしようと思います。ゲストは小松一生先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小松先生は現在アメリカで整形外科のアテンディングとして働かれていると思うんですけれども、非常に今、珍しいと思うんですね。アメリカの整形外科医でレジデンシーをして、今働いてる人っていうのは。なので、まあ、その、どうやってなったのかとか、実際のレジデンシーあるいはアテンディングの整形外科の仕事っていうのはどういうものかっていうのを聞いていきたいなというふうに思っています。はい、はい、でまず最初に先生が留学しようと思った理由みたいなものがあったら教えてもらいたいんですけど、まあそんなにすごいこうビシッとした思いはなかったんですけど、まあ、はい、高校時代にですね、まあ、ER っていうあの映画があって、はいはいはい、ありますね、それを見て、はい、シカゴでなんかやってる ER の人たちが、なんかかっこいいなっていうのと、まあ、思ったのと、まあ、はい、なんとなくインターナショナルを舞台に、世界を舞台に働けるような人材になりたいなっていうのが漠然とあって、まあ、別にアメリカだったんですよね、その時は。別にヨーロッパっていうイメージ全くなくて、まあ、なんかアメリカとかで、なんかどんなプロフェッショナル何しても働けたらいいなっていうのがあって、で、まあ、医学部入って、まあ、ずっと最初はもう部活ばっかやってたんで、最初の4年間は何も考えないで、はいはい、で5年生ぐらいの時に夏休み何もやることないなって、でその部活の先輩の教授の、教え子の皆さんがアメリカで研究されてたので、うん、まあ、ちょっと見学に行かせてくださいって頼んで、居候みたいな形で、やらせてもらって、で、まあ、そこでまたアメリカのそのいわゆる ER で見たようなね、うん、なんていうんですか、その忙しい ER とか、あとは研究とか、まあ、あとはその現地のそのこちらのレジデントとも接する機会があって、まあ、いいなと思って、まあ、そんなとこですね。で、まあ、たまたま僕の時から職研修必修科だったんで、はい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 、まあ、海外に行きやすそうな、なんていうんですか、研修病院って沖縄中部病院とか聖路科とか、定年定人会とかですか、まあ、そういうとこ行って、はい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 、まあ、そういうとこ行ってみてもいいなとか思って思いながら、ね、うん、USMLE もその時からまあ少しずつちょっと勉強はしてたんですけど、たまたま、まあ、そのなんですか、入職試験もちょっと英語で入ったりしてたので、沖縄中部は英語だったりしてたので、うんうん、なんかそれもいい勉強になって。なるほど。じゃああれなんですね、今先生は整形外科医として働いてますけど、うん、整形外科医として留学したいとかっていうことじゃなくて、もともと留学したいっていうのがあって、で、まあ、それがたまたま選んだ科が整形外科だったから、整形外科だったっていうことなんですね。まあ、ちょっと僕の場合、さらにトリッキーで、僕は。はいはいはい、ゼロ科っていうところに今入れていただいて、職研修終わった後に、はい、形成外科、うん、ちょうど新設されて、はい、形成外科にいらした先生方がすごいこう魅力的な手術をされてて、まあ、勧誘していただいて、まあ、形成外科に入ったんですよね。で、まあ、形成外科楽しくてずっとやらせていただいて、はい、で、まあ、形成外科やってるエージェントの最中に、ちょっとその聖路科からファンドをもらって、そのデューク大学ってとこで研究をさせていただく機会があって、まあ、そこでもさらにそのこっちの形成と整形外科の先生たちに接する機会があって、まあ、それでだんだんちょっとこう自分のやりたいことがちょっとずつこう見えてきて、まあ、僕は手の外科っていう、うん、まあ、形成外科と整形外科をオーバーラップしてる分野があるんですけど、はいはい、まあ、そこをちょっと やりたいなというふうに思って、形成外科は、まあ、はい、4年目ぐらいの時に行ってますよね。4年目、5年目ぐらいの時にデュークに行って、これは結構よくあることなんですか、この聖路科の中で。いや、全然ないと思いますね。全然ないんだ。まあ、医局じゃないので、はいはい、その部長先生の、なんていうんですか、ご好意と、支援で、まあ、あと聖路科からも、そのバックアップをいただけて、まあ、たまたま受け入れも良かったので、まあ、はい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 。じゃあちょっと行ってきますみたいな感じで。なるほどなるほどなるほど、なるほど。じゃあ最初はその聖路科の初期研修を終えた後に形成外科医になって、うん、でまあそのリサーチでデュークに行ったりとかして、うん、そうですね、で一旦また戻ってくるわけですよね、日本に。そうなんですね、はい、まあ、ちょっといろいろせっかく形成やってたんで、まあ、6年目で専門医取れるじゃないですか。はい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 、まあ、やっぱ取っ
撮ろうかな、せっかくなんでやっぱ撮り終わってからいろいろ考えようかなと思って、うん、その時ちょっとそうこっちでレジデントするとかまでは考えてなかったんですよね、ちょっと。ああ、なるほど、はいはいはい。でまあ日本に帰ってきて、うん、はい、でまあ形成外科の専門医を取って、その後の、はい、こちらで整形外科の病院に整形外科の病院に形成外科の手の外科の、まあ、医者として働く機会があって、うん、まあ、やってるうちにやっぱりその整形外科的な治療が全然僕はできないなっていうことを痛感して、まあ、整形外科の分野でのもっとそのトレーニングを受けたいなと思って、はい、で整形外科の手の外科、上肢の外科ですね、肩肘、はい、肩から、まあ、手までのその外科のフェローシップがあったので、うん、アメリカには、うんうんうん、でその時にその USMLE が一応揃ってたので、はい、まあ、フェローシップで、まあ、フェローでアプライして、まあ、たまたまアクセプトしてもらって。なるほど。でそれが医者10年目ぐらいの時ってことですかね。そうですね、それぐらいですかね。14年ってなってるんで、これでも先生、例えば形成外科やってて日本でも、はいはい、整形外科って、まあ、たくさん症例もあるし、うんうん、非常によく進んでる科だと思うんですよ、で、どうしてアメリカのフェローっていう選択肢をまず考えたんですかね、この時点で。日本では、まあ、一応進んではいるんですけど、はい、日本ではそんなにそのアメリカほどその ACGME が統括してるようなフェローシッププログラムっていうのは僕が知る限りそんなになかったっていうのと、はいはいはい、やっぱり、まあ、形成外科で専門医だと、まあ、ずっと形成外科の専門医で、まあ、形成外科系の、なんですか、手の外科を やるっていうの流れがやっぱちょっとあったので、うん、まあ、僕の場合やっぱ整形外科的な治療もやりたかったから、なるほど、なかなかそのこう壁を打ち破って整形外科的な治療をやり続けるのが難しいかなというのもちょっとあったりして、まあ、あとアメリカに、まあ、せっかく USMLE 持ってた取ったので、まあ、うんうんうん、アメリカにやっぱり1回ぐらいは来てみたいなっていうのがやっぱりちょっとその時かなり強くなったってのもありますよね。なるほど。この整形外科のフェローってのは、マッチがあるんですか、それともマッチない？マッチは僕の場合、その一応、はい、プログラムディレクターの方と直接連絡取って、はい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 、たまたまその枠が空いたんでっていうような形だったんで、うん、まあ、一応マッチじゃないですね。なるほどなるほど。じゃあお願いしますっていう感じで、まあ、いろいろ書類とか送って、ね、じゃあ2年間ですかね、2年間学ぶっていう形で、まあ、リュウ君の時にお世話になったトップの先生の、まあ、知り合いの先生だったんで、はい、まあ、どっちかというといわゆるコネクションで、なるほどなるほどなるほど、受け入れてもらったような形ですよね。そういうことなんですね。これで、まあ、はい、もちろんあれですよね、整形外科領域を勉強したいっていうのがあったから、形成外科にアプライするとか、形成外科のとこに行くっていう感じは花からなかったんですね。アメリカに来るんだったら、まあ、整形外科を勉強しようみたいな。そうですね、なるほど、わかりました。で、2年間、まあ、その 手の外科っていうんですかね、整形外科のスペシフィックなことを、まあ、フェローでやったと思うんですけど、まあ、すごく勉強、はいはい、まあ、いろいろされたと思うんです。そっからのことですけど、うんうん、通常それ、僕感覚としては帰るじゃないですか。その2年間やったら、整形外科の勉強し終わったし、はいはい、日本で形成と整形と両方やる手の外科になるっていうふうな感じなのかなと思うんですけど、うんうんうん、その後、整形外科のレジデンシーに行ってるわけじゃないですか。そこのところがちょっと気になるんですけども、これはどういうことなんですか。いや、ね、はいはいはい、いや本当なんかまあ、どうしちゃったのかわからないんですけど、まあ、もちろんそのこっちにやっぱり2年やったら、まあ、北原先生もそうだったかもしれないんですけど、はい、こっちに残りたいなってやっぱり強い気持ちが出てきて、やっぱりその僕が今まで憧れてた、いわゆるそのアメリカでのアテンディングとしての仕事とか、うん、やっぱりその働きやすさとかがやっぱりすごい見えてきたので、はいはい、でこっちでやっぱりやりたいなと思ったんですよね、うん、2年フェローシップやった後、うん、日本帰りたくないなっていうのはちょっと、日本に帰りたくないというか、日本にはまあそんなに医局はなんか医局に入ってたわけじゃないので、別にその帰らなきゃいけない場所とかはなかったので、はいはいはい、それでまあそうですね、で形成外科のアテンディングでまあ、やっぱり探すしかないんですよね。結局僕のトレーニングは形成外科なんで、うん、日本でも、はい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 、それでまあ形成外科 そのアテンディングで手の外科の分野でっていう いろいろ探してたんですけど、はいはい、なかなかいい仕事が出てこなくて、でまあ専門医取れる実はその裏道みたいなのがあるんですけど、形成外科、そうなんだ、もしファカルティとしてアカデミックランクを取れば、はい、取って7年間ですね、はい、やれば一応
試験を受ける資格が出るんですよね。おなるほど。それは形成も整形もあるんですけど、はい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 、今形成外科で僕はそれを狙ったんですけど、はい、結局アメリカに来てみても、はい、僕が日本で感じてたことと一緒のことが起きてて、なんて言うんですか、はい、やっぱりその形成外科医だとその全部の手から指先から肩までは見れないとか、いわゆる整形外科の先生がやっぱりメインでやる分野で結構整形外科の先生が強い、まあ、分野なんですよね基本的に。はい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 。なのでまあ結局日本で僕が感じてた、なんて言うんでしょう、ちょっとその、うん、ちょっと力が足りないなと思うような部分とか、その自分がカバーできる分野がどうしてもリミットされちゃうなっていうのはすごいアメリカでも結構感じて、形成外科医としてやっていく限り、はい、だったらまあ整形外科でやってみてもいいかなと思って、でまあたまたまうちの上司、その時のそのフェローシップ のディレクターの先生が、はい、ちょっと勧めてくれて、あじゃあちょっといけるかなっていう感じで、でたまたま申し込みのギリギリだったんですけど間に合って、はい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 、で書類揃えて、一応応募したんですけど、はい、あで全部最初はリジェクションレターが全部来て、はい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 、ダメかなと思って、じゃあ日本に帰ろうかなって思ってたんですけど、はい、たまたまその手内科のプログラムディレクターの先生が知り合いの整形外科のレジデンシーのプログラムディレクターの先生を紹介してくれて、電話かけて電話してくれたんですけど、なるほどなるほど。でそのレジデンシーのプログラムディレクターから僕に電話かかってきて、うん、インタビューの 3日前だったんですけど、はい、なんかまあそのプログラムからリジェクションレターもらってるんですよ僕も。なるほどなるほど。でもなんか連絡があって、そのプログラムディレクターからまあなんかちょっとなんかそのドクターバラッツって僕の手投げ科のプログラムディレクターなんですけど、バラッツ先生、はいはいはい、バラッツが君はいいやつだからなんかちょっとインタビューだけしてあげるけど来ないかって言ってくれて、はいはいはい、行きますって言って、なるほど。でインタビューしたらたまたまなんかこう なんですか、いい会話がカンバセーションができて、たまたま撮ってもらった感じです。すごいレジデンシーのプログラムディレクターもその新日科の先生 で彼も手投げ科の先生で、はい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 、はい、で結構マイクロサージェリーとかって分かります？形成外科がやる、あはいはいやってますね、若い、はいはい、そういうのできますっていうと結構整形外科だけやった先生は結構すごいじゃんみたいな、なるほどなったりするとか、なんかたまたまそれがうまくいったのか、うーん、なんかこう、取ってくれることになってでですね、まあ、マッチしたからやるかというような感じでなるほど。でもその先生の形成外科医としての経験みたいなのがそこでも役に立ったということですよね、そういうマイクロの部分っていうのは、まあ、そうですよね、はい、まあやっぱりその振り返ってみると多分その、はい、その手投げ科のプログラムディレクターに電話をさせたとか、その先生が多分、はいはいはい、多分すごいいいこと言ってくれたと思うんですよね、うん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 、まあそれそれをしてもらえるように、うん、その2年間ピッツバーグで頑張ってたのが効いたのかなと思いますけどね、うんうん、なるほど。フェローでの働き方みたいなのがすごく強化、フェローとしてのそうですね、はいはいはい、まあやっぱり臨床としても臨床もできてるし、はい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 、やっぱり日本でも形成やってたので他のフェローよりも手は動けてた方だと思うし、うんうん、まあ、そういうのを言ってもらえて、うんうん、でまあそういうのも多分プラスになったと思うんですよね。なるほど。ちなみに整形外科のレジデンシーにマッチしたりの話って僕はあんまり聞かないんですけれども、日本人でどれぐらい、ね、日本人でどれぐらいいるとか分かりますか？あんまり僕知らないんですけど、一人はい、ハワイにですね、はい、一人お会いしましたね、日本の先生で、はいはいはい、そろそろ引退されるということなんですけど、あ、もうじゃあ結構上の先生ですね。上の先生ですね、もう数十年前にっていう形だったんですけど、あとはあんまり知らないですね。あ、あんまり調べようがないじゃないですか。確かにそうですね。はい、しかも大変ですよね、IMG が入るのかなり難しいかの一つですね。一応なんかレジデント700人毎年いるんですけど、はい、全米で、はい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 、IMG は毎年3人とかしかいないんですよ。3人か、めっちゃ少ないな。でなんかミーティングでたまたまスペインから来た IMG で僕と同期の人に会って、はいはい、僕ら3分の2だねみたいな感じであと1人誰だろう、飲みに行ったのは覚えてますけど、すごいすごいレアみたいですね。めっちゃ、まあでもほら、はい、整形外科とかじゃない、
脳神経外科とか形成外科とかもやっぱり、はい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 、まあそうですね、確かに、うん、だからかなり少ない方の一つってことですよね、うん、人気のアメリカで人気の科っていうところだと思うんですけども、うん、まあ、僕の場合なんか年も食っていろんなクリニカルのバックグラウンドもあってっていう感じなので、うんうんうん、なるほど、普通に何ですか、ストレートでボーンってこう IMG でね入ってくるような優秀な人は本当にすごいですよね。その場合なんかコネクションとなんていうか少しまあ臨床のバックグラウンドでやっと入れましたみたいな感じなんで、なるほど、なるほど。整形外科のレジデンシーって入るのとっても難しいと思うんですけども、どういう人が入りやすいとかっていうのはあったりするんですか？そうですね、あの僕ちょっとそのインタビューとかやってたので、はい、まあ、何人かは USMLE がトップの点数じゃなくても入ってる人が結構、うん、まあ、いて、うんうんうん、やっぱそういう人はかなり研究をやってましたね。だからそのパブリケーションがやっぱりちゃんとあるっていう、もう学生さんなんですよね、みんな学生さんじゃないですか、はいはいはい、学生なのにもうパブリケーションがまあ何ていうんですか、その3個も4個も4個もあるっていうような先生がやっぱり結構学生さんがいっぱいいて、はいはい、でその先生たちはやっぱりそのラボで結構働いて、整形外科のラボで働いてて、うんうん、で、そのプログラムディレクターの分野で、研究をしてる人がやっぱりなんか強いイメージはありましたね。なるほど、なるほど。プログラムディレクターがスポーツ整形とか膝の前十字靭帯が専門で、で、まあ、前十字靭帯の研究でその人の、そのプログラムディレクターのラボ、まあ、チェアですね、チェアとかプログラムディレクターのラボで、うん、働いて実績を上げてそのままレジデント USMLE を揃えてレジデントに入るっていう先生は結構いましたかね。あとはまあ見学も結構受け入れたりしてるので、見学の時に結構いい動きをしたりとか、はいはい、気が利くとか、うんうん、やっぱ大事じゃないですか。そうですね、僕のプログラムは結構その学生さん毎年夏に回ってきて、うんうんうん、救急で包帯交換してる時とかこう学生さんがスッとハサミが出てきたりすると、ああなるほど、こいつできるなみたいな感じでなんかランキングが上に上がってたりしてました。なるほど、なるほど。僕はそういう一つやっぱ好きだったので、はい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 、点数上げてます。確かに一緒に働くわけですもんね、結局。そうですね、だからいかに一緒に働く、どんだけ優秀なやつでも、そう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 、まあ、一緒に働くのなんか気が利かないやつだったら、そう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 、多少できなくてもすごく気が利いていろんなことやってくれる人の方がやっぱり働きたいと思ってるんですよね、なので、まあちょっとだけそういうのをもし本当にね、こちらでチャレンジしたいという先生がいれば、まあ少し、うん、まあやっぱりいきなり入ってレジデンシーに入ると多分ほとんど不可能だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、研究をするか、まあ、臨床するかの2択だと思うんですけど、まあ、臨床をするにはフェローとしてですよね、うん、多分、うんうんうん、フェローとして入ってレジデンシーやるってのはなかなかやっぱ辛いことなので、やっぱりそのまま研究で入って研究で実績を上げて、うんうん、まあ、そのチャンスを伺うっていうのがいいんじゃないかなと。なるほど。そのステップ、USMLE の話ですけど、ステップ、その高い人っていうのが260点ぐらいで、そうでもないっていうのが240点ぐらいっていう、そういう世界です。違いない。そういう世界、ね。びっくりですよね。本当に。もう皆さん優秀すぎて、びっくりですよね、本当に。まあ、仕切りされちゃうんで。はい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 。そういう人来なかったんですけど、240以下だと。だから240点ぐらいだったら、ぐらいだったら、研究とか、そういうのをやっておいたら、採用されるかもしれないみたいな感じの、ものすごい高いレベルですね、それ。そうですね。でも今もう点数なくなったっていうことなので。そうですね、まあ、そのうちなくなりますね、もう。はい、ステップ2の点数が重んじられるのかもしれないですけど。はい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 、はい。まあ、わかりました。ちょっと、辛い、狭き門ではありますけど。はい、まあ、でもチャンスは、そうですね。はい。わかりました。整形外科レジデントの、まあ、5年間ですか？レジデンシープログラムは。はい。その、実際の、まあ、どんなことをしてんのかとか、そういうのって教えてもらってもいいですか？やっぱりすごい、プログラムがしっかりしてて、まあ、僕、はい、先ほど言ったように、整形外科のレジデンシーを日本でやったことがないので、はい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 、ちょっとわかんないんですけど、比べようがないんですけど、はい、ACGME っていうそのレジデンシープログラムを統括する機関がもうかなりしっかりと管理してて、うん、いわゆる
ローテーションとか、はいはい、その就労時間とか、うんうん、あのケースですよね、整形外科でケースのサブ、はいはい、その必ずそのクオリフィケーションを通らなきゃいけないケースとか、うんうんうん、そういうのがしっかり管理されてて、まあ、5年間終わったらちゃんとした整形一般の整形外科の主義と診療がこなせるようになるようにはちゃんとあのデザインされているなっていうのはすごい感じましたね。なるほど。まあ、今もそのアテンディングで一般の整形外科外傷を見てますけど、でもまあそんなには、はい、あのものすごいコンプレックスな症例じゃない限りは自分でできるようにトレーニング受けれたなというふうに思ってます、ね。なるほど。忙しさみたいなものはどうなんですか？忙しいと思うんですけど、まあ、はい、あれ1週間にでも60時間ああそれはもう守られてるんですね、あのいわゆる、忙しいときは忙しいですけど、うん、なんか日本みたいに理不尽に忙しいとか、はい、なんていうんですか、上の先生が残ってるから病院にいなきゃいけないとかそういうのとかは ないのはないかなと思います。で朝は早いですね、うん、朝はもう 4時とか5時とかからまあ病棟回ったりしてやんなきゃいけなかったので、それは辛かったですね。一般的に外科のレジデンシーとかもそうですけど、1年目はすごくまあ下働き的な感じで始まって、オーダー出したりとかたくさんやって、うんうんうん、学年が上がるごとに、例えば手術のやるその領域だったりとかが広くなってたりとか、責任が重くなってたりとか、そういう感じなんですかね。そういう感じですね。だって1年目は結構スーパーローテーションみたいになってて、まあ、外科系のスーパーローテーションが組まれてて、うん、まあ、形成とか心臓血管外科とか、そういうところで1ヶ月おきに回って、まあ、ですか。へえ。むしろね、すごい楽しかったし、楽でしたね、1年目は。まあ、インターンっていう形。なるほど、なるほど。2年目からは、まあ、僕のプログラム2年目と3年目が、そのいわゆるオンコールを一番下っ端で受けなきゃいけなくて、はい、まあ、3人、はい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 、1枠に3人いるプログラムで、はい、まあ、下の2年目と3年目が、その下のオンコールを受けるんで、まあ、6日に1回、その24時間のオンコールがあって、うん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 、それはやっぱり辛かったですね。もう病院に泊まり込んで朝まで働いて、で次の日は休みなんですけど、はい、やっぱり朝まで24時間ずつ働くとやっぱりまあ結構疲れが疲れなくて、はい、辛かったですけど、で、まあ、4年目5年目はもうシニアレジデントっていう形なので、はいはいはい、もう全然オンコールも家で待ってればいいみたいな形で、なるほど。その 2,3 年目が病院にいるからそこに任せられる。目が全てお膳立てしてくれて、まあ、はい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 、で手術するとか、まあ、治療、まあ、入るみたいな形で、はいはいはい、なので、まあ、4,5 年目は比較的体力的には楽でしたかね。で、まあ、僕らのはレベル2のトラウマセンターで、まあ、外傷忙しいんですけど、ものすごいレベル1みたいなすごいこうコンプレックスなのはなくて、まあ、ちょうどいい、はいはい、なんて言うんでしょう、ちょうどいいブレンドというか、症例数と、まあ、難しさと、まあ、いわゆるレジデントが手を出してもいいような症例が多かったので、うんうん、それはすごい良かったですね。なるほど。整形外科のレジデントの平均給料って大体どれぐらいなんですか？平均どうなんですかね、まあ、平均ちょっと分かんないです。まあ、大体年間600万ぐらいじゃないですかね。多分まあ、場所にもよると思うんですよね。そうですね。はいはいはい、600、700、800とかじゃないですか。じゃあ、あんまりですよ、ね、そうですね。レジデント一律みたいな感じなんですかね。どこの内科も外科も、どのレジデントも大体それぐらいの給料なのかなっていう感じ、そうだと思いますね、はいはい。レジデントの給料は一律だと思いますけどね。なるほど。で、先生、その5年間のレジデンシーが、まあ、終わった後を、はいはい、まあ、いろいろ選択肢があるんじゃないかなと、まあ、先生の場合フェローを一回やってるからフェローっていう選択肢がないのかもしれないですけど、うん、 そうですね、そこでその、アテンディングの職を、まあ、探すっていうことになるのかなと思うんですけど、そうですね、この辺ってどういうふうなことをしたんですかね、就職活動っていうのは。就職活動もやっぱり結局いろんなそのジョブポストとかあるですよね。で、まあ、そこにももちろん当たって、はいはい、まあ、エージェントを何人か雇ってエージェントの人にも探してもらって、まあ、いろいろいわゆる何て言うんですか、インタビュー受けて大体最終的に決めていくんですけど、まあ、まずはアカデミックとそのホスピタルベースのエンプロイドポジションと、あとはプライベートグループって、まあ、大きく3つに分かれると思うんですけど、まあ、ちょっとそのコロナの影響もあって、ではいはい、アカデミックの施設はもう全く募集がなかなかないような状況で、なるほど、最近の 2,3 年は、はいはいはい、整形外科ですけど、
はい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 。まあ、あとプライベートグループもやっぱりコロナの影響でなかなかそのファイナンス、難しいですね。難しいなって、まあ、なかなか新しい人を取るっていうような状況がなくて、うん、まあ、なんとなく僕の場合、ホスピタルエンプロイの、いわゆる病院に雇われる形の方が、一応はしばらく安定するかなと思って、そっちの院に探してたんですけど、はい、で、まあ、シアトルに、まあ、今いる場所に家族がいるので、はい、ここら辺をもともと探してて、まあ、結局は最終的にはコネクションなんですけど、また下の、はいはいはい、上野先生の知り合いの先生で、まあ、手の外科のポジションと、まあ、肩も僕の場合そのもう手だけって絶対嫌だったんですよね。肘も肩もせっかく、はいはいはい、できるんだから、ピッツバーグでもそう、はい、ピッツバーグでもレジデンシーでもやったので、うんうん、手から先しか見ちゃダメですみたいなポジションも結構あるんですけど、へー、絶対嫌で、はい、僕はまあ肩から肘も肩から指先まで見れるポジションでっていうのをそれはちょっとこだわってて、はい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 、たまたまそのはい、今いる場所が空いて、はい、僕 の, そのちょうどやりたいこととちょっと合ってて、はい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 、はい、はい、受けてもらったんですけど、ね、なるほど、うん、その、結構いろんな病院、まあ、もうそこ、ピンポイントでそこだって決めて、そこの面接行って、それで決定したって感じですかね。あ、いや、でも何個か受けましたよ、でも3個か4個、でも何個か4つですね、みんな、なんか受ける人、なんかもう5個以上受けたりするんですけど、まあ、僕の場合、結構いい感触、ここから受けてたので、もともと。はい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 、なるほど、なるほど。うん、で、まあ、あとはちょっと簡単な交渉というか、いろいろして。はい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 、まあ、じゃあここでっつって、まあ、家族もいるっていうのもあったんで、まあ、いいかなと思って、はい、なるほど。それで家族、シアトルにいたんですか、先生が UPF の家族のすごい、はい、いや妻の奥さん の,、はい、家族、はい、いとことかの家族、あ、僕 の, その直属の 直系の家族とかではないんですけど、まあ、はい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 、エクステンディングファミリーっていう感じです、ね、なるほどなるほどなるほど。先生の奥さん、外国の方なんですか、アメリカの方。いや、日本人です、あ、日本人だけど、家族がシアトルにいる方なんですね。そうなんです、まあ、日本人で奥さんのいとこも日本人で、はい、で、なるほどなるほど、来てて、こちらに来てっていう。なるほどなるほど、あ、そういうことなんですね。そうですか、そのどうですか、現在 の, その仕事の、まあ、様子、まあ、本当に働き始めてまだ数ヶ月とかっていう感じだと思うんですけど、どうですか。いや、楽しいですね、やっぱり、としてのその、うん、やっぱりプレッシャーもあるんですけど、はいはいはい、今まででも散々手術は やらせてもらってたので、うんうんうん、手術中に緊張するとかそういうのは思ったより全然なくて、まあ、実際、うんうん、手技中は結局や一緒じゃないですか。はいはいはい、はい。でもレジデントでも、うん、まあ、うん。でもまあ、やっぱりその、もちろん、その、プレッシャーじゃないですけど、その、まあ、責任はやっぱありますんで、まあ、それはすごいこう感じながら、でも楽しいですね、やっぱり。患者さんの家族に、こう、話すじゃないですか、手術。はいはいはい。そういうのって、まあ、レジデントの時とフェロの時はできなかったんで、あ、それができるのはちょっと今嬉しいです。そういうのないですか、北原さんですよ。ああ、なるほど、確かに。それあんまりレジデンシー時代とかフェロー時代に触れなかった、手術やったら終わりじゃないですか。で、あとは手術が行って家族と話すじゃないですか。はいはいはい、はい、僕やって今それできるんで、なるほどなるほど、はい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 、はい、それはすごい、なんかアテンディングになったんだなってこう実感しますけど、ね、なるほどなるほど。忙しさとかはどうですかね、まあ、もちろん忙しい部分はあると思うんですけど、うん、レジデンシー時代とかと比べたら、時間の余裕があったりするのか。時間の余裕はありますね。あとコントロールできるんで、例えば外来8時からはちょっと早いんで、8時半から始めたいですって言えば8時半から始めますし、まあ、自分の手術の件数もある程度はコントロールできるんで、まあ、外傷がいっぱい来ちゃうとちょっと難しいんですけど、まあ、はいはい、ある程度はもちろんコントロールできるし、まあ、自分のフィジシャンアシスタントの人が、うん、いわゆる病棟改診とかも結構率先してやってくれるんで、まあ、そういう意味では楽ですね、うんうん、もちろん。周りがサポートしてくれるシステムが整ってるんで、レジデントとかフェロー、レジデントとかフェローは僕にはいないので、ついてないので、はいはい、うん、まあ、ちょっと違うとは思うんですけど、でもまあ、サポートシステムはすごいしっかりしてくれてますね。すごいですね。先生個別の PA がつくんですよね。先生を手伝ってくれるフィジシャンアシスタント。その人が手術の手伝いもするし、外来とか外も手伝うしみたいな感じなんですか。そうですね。で、彼自身も外来を持って、まあ、はい、
やってくれるんですけど、ああすごいですね。その人の出来不出来で相当変わりますね。そのクオリティっていうか、そうですね。まあでも本当すごいいい整形外科の、まあ、はい、働いてたバックグラウンドがある人がたまたまついてくれてて、結構すごい結構こうなんていうんですか、こうノリノリ系、ノリのいい感じの、ああいいですね。お兄ちゃんなんで、おじいちゃんなんで、お兄ちゃんです、お兄ちゃん、36ぐらいかな。ああいいですね。はいはいはい、なんですごい楽しいですけど、なるほどなるほど。いや僕らの先生は PA いますけども、そのみんなで、みんなの共有みたいな感じで、例えば僕が働いてた病院とかだと外科医5人いましたけど、そのうち30人ぐらい PA がいて、それがもう変わるバガール入ってくるみたいな感じで、まあみんな30人、みんな5人で30人 PA がいるんですか？30人いますね。まあでもその SA ってそのサージカルアシスタントすごい、そのいわゆる助手だから、なんていうんだろう、手術も僕らがいなくてもやっちゃうんですよ、どんどんと。で重要なパートだけ呼ばれていくみたいな感じなんで、彼らがもう手術を回してるような感じなんですよね。だから逆に言うと、でもこの人は僕の PA みたいな感じはない。もう今日はこの人か今日はこの人かみたいな感じで、ただもうやること一緒なんで、そのもうなんかベルトコンベアじゃないけど、もうみんな分かってるんで、別になんかそんなにあれはないんですけども、すごいですねそれも、はい、30人、そうですね。だからどっちがまあ個別で多分ついた方がすごくいいのかなと思うんですよね。先生のその癖とか先生のやりたいこととか分かるじゃないですか、1年も1ヶ月も一緒にやれば、はい、なんでそれは面白いなっていうふうに思ったんですけども、であとビザってどうしてるんですか？僕はですね、はい、まあ、ちょっとすごいラッキーなことに妻がグリーンカードを持ってたので、はい、なるほど。でなんかグリーンカードホルダーの旦那ですみたいな感じでグリーンカードもらえてラッキーでしたね。ああそれは結婚した後に知ったんですけど、結婚して、はい、あそうなんだ、はい、結婚してデュークに行く直前に、はい、アメリカ大使館に行って奥さんの D、はい、D あれB、B、あれ何ですか ?B1 ビザでしたっけ、あれわかんないですね。J1、J1 です。J1、J2 ビザ。はいはい、僕は J1 をアプライして、奥さん J2 アプライしてです、ね、はいはい、だったんですけど、はいはい、J2 ビザアプライしたら奥さんのために、なんか、あなたの奥さんには J2 あげれないと。で、まあ、グリーンカード持ってるからって言われて、はい、知りませんでしたって。だから、まあ、僕、デュークは J1 で行ったんですけど、その後、はいはい、のグリーンカードを。なぜか取れることになって。なるほど、なるほど、なるほど。ラッキーでしたね。じゃあ、それがなければもう、問題なかったんですね。要は、その、そこもかなり強く働いた要素の一つですよね。レジデンシーとかフェローのマッチするときに。ですよね。はいはいはい。何ですか、ウェイバーですか、ウェイバーを押して、はい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 。はい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 。それは本当に良かったですよね。そうですよね。ビザの問題ってかなり、どの先生もやっぱり解決した方がいいところの問題だっていうふうに言ってるんで。なるほど。あとは先生、整形外科のもう平均的な給料ってどれぐらいなんですか、アテンディング。これすっごい気になるんですけど。平均的なのは、まあ一応結構、地域によって違うんですけど、はい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 、あとはそのプロダクションベースか、ギャランティーサラリーかで全然違って。はい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 、一応ミドルウェストってシカゴのあたりが一番、はいはいはい、いいらしいんですけど、そうなんだ、だいたい6000から8000ぐらいだと思うんですよね。すごいですね。でもプロダクションベースになると、はい、もっとキリがなくて、あなるほど、今アカデミックで本当に上の先生になるともう本当なんか2億とか3億とかもうすごい額が。あれなんで聞けますけど、まあ、僕の場合はホスピタルエンプロイでギャランティーなので、それは自分で選ぶとかじゃないんですね、プロダクションベースか。自分で選びますね、はい、基本的には。でもまあ僕の場合、1年目はギャランティーにしてくれって言って、なるほど、どうなるか分かんなかったし、そうですね、はいはい、確かに。で来年からプロダクションベースになって、あなるほど、多分その手術すればするだけもらえる。いわゆる RVU ベース。RVU です。RVU ですね。ああ、そして、今たらなんかすごいですね。手術室もまだ2部屋まだもらえてないような状態なので、はい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 、手術室も2部屋もらえて、例えば週2回2部屋もらう手術室があれば、多分 RVU になってもいいと思うんですけど、はい、今なるほど。コロナでエレクティブサージェリーは結構、抑えられちゃってるので、
なるほど。ですでね。も、すごい、なんか、レジデンシーフェローの分取り返すぐらいの何かが得られそうじゃないですか。ええ、まあちょっこのと数年経年つ間とで。やってました。取り返さないとね、あれなんですけど、ただまあやっぱタックスも結構今40%ぐらい取られちゃうんで、すっごい取られてる。30から40ぐらいですかね。まあなんでそんなにその、でまあ物価もものすごいシアトル今高くて、そうなんだ。家も全然買えないような状況で、まあ、そんなにすごい裕福な生活ができるようには思えないですけどね、やっぱり。なるほど。わかりました。まあ、やるしかないですね、働くしかない。そうですね。みんな働くしかないということで。最後の質問になるんですけれども、先生も日本で形成外科から始まって、整形外科勉強したいってこっちに来て、で、そのまま整形外科医として、もうだから、整形外科医っていうか、やってることとしたら結構、形成と整形のミックスみたいな感じですよね。手からこの肩まで全そう部で見すれるっね。ていうような感じなんで、まあ、そのスペシャリティをこう存分に発揮して働いてると思うんですけども、今、例えば整形外科医の若手とか、あるいは整形外科医になりたいっていう医学生とかがいて、日本とアメリカでどっちでも働けるっていうふうになったら、どっちをお勧めするとか、まあ、もちろんアメリカに行くのいろいろ大変だと思うんですよ。整形外科のレジデンシー得なくちゃいけないとかっていうのがあるんで、まあ、そういうのも加味しつつ、どういうふうに、なんか整形外科医で留学したいんですけどっていう人がいたら、どういうふうに話をしますか、先生。難しいですね。すごいいい質問だと思うんですけど、まあ、僕結局、日本では整形外科やってきてないので、まあ、ちょっとうまくは、比較はできないんですけど、まあ、こちらはすごい働きやすいですね。やっぱりサポートシステムがすごいしっかりやってます。先ほど言って、フィジシャンアシスタントって多分、まだ日本にはいないですよね。いないです。まあ、で、いないですね。メディカルアシスタントさんとか、あとはそのキャストテックっていうキャストとかドレッシングチェンジをやってくれる人とか、そういう人が全部まあいろんなことも、まあペーパーワークとかもやってくれるんで、でまあサージカルテクニシャンもいますし、まあ働きやすいかなと思います。僕は本当手術と患者さんとの会話と手術に本当集中してればいいみたいなような形は作ってくれるんで、アテンディングになったらですけど、まあ、それももちろんアテンディングもいろんなパターンがあるんで、先ほど言ったようにアカデミックで行けばもちろん研究も教育もやらなきゃいけないし、まあ、プライベートで言ったらかなりその、ファイナンシャルというか、まあ、そんなんて自分で自分をマーケティングしなきゃいけないプレッシャーとかも出てくるんで、まあ、もちろんいろんな働く場所によって少しは違うんですけど、まあ、働きやすいとは思いますね。その外科医をサポートするシステムはすごいしっかりしてるとは思いますけどね。ただまあ、アメリカすごい日本より全然いいかって言われたら、まあ、いろんなほら、生活のこととか、そうですもあね。るので、まあ、一概にその家族のこともあると思いますし、まあ、どちらがいいのかっていうのは難しいと思いますけどね。まあ、周りの家族とか、周りのサポートがあって、まあ、僕も来れたと思ってるので、そういう状況もやっぱり考えなきゃいけないと思いますし、あとはまあ、レジデンシー僕は結局2回やりましたけど、やっぱりあんまりお勧めしないですね。結局、楽しかったですけどね、整形外科。でそうもですやっか。ぱり人生無駄なことないなと思ってポジティブにやりましたけど、まあ、やっぱり自分のキャリアにおいては時間を少し無駄にしたなと思いましたね。やっぱり5年間レジデントとして整形をやるって、まあ、おすすめはしないですね。まあ、僕の場合それしかなかったんで、例えば日本で整形外科レジデンシーをやった先生で、こっちに来てもう一回レジデンシーやろうとかって考えてる先生がいたら、それやめた方がいいと思いますね。なので、まあ、先ほど言ったように裏道が一応あるんで、そのスパルティになんとかしてスパルティになって、整形外科で5年ですね。5年働くと、専門医試験を取れる資格が出るんですよ。なので、なんで整形外科と形成外科だけあるのか分かんないんですけど、一般外科とかはないですないね、ですね。そういうのは外科ね。はなく、でも、感染症内科とかはあるって聞きますし、ああ、本当ですか。循環器内科もあるって言ってたんで、なんか、まあ、科によるんだと思う。まあ、逆かに言うと、によるんですかね。外科以外ほとんどあるんじゃないかなって気がするんですそうけですかど。ね。まあ、難しいんですけど、本当にその、こちらでファカルティになることだけを狙って、いわゆるプランしてアメリカに来るのはほとんど無理だと思う。やめた方がいいと思いますね。かなり狭き門だし、どうなるか分からないし、まあ、やっぱりそれを狙う先生は何年も何年もフェローとして働いて、まあ、たまたまその、いる場所でですね、いる場所で入ってファカルティになるっ
ていう、もうその枠し、はい、その道しかないですよね。まあ、公募で時々ファカルティの枠って出るんですけど、一般の。はいはい。はいはいはい。それ出してるだけでもうすでに埋まっちゃってるんですよ。なるほど、なるほど。もうすでに決まってるけど、はい、形を出さなくちゃいけないから。形を出さなきゃいけないんですよね。なので、まあ、そこに IMG の先生が入り込む隙はもう全然なくて。まあ、なるほど。まあ、その同じ場所で、何年もフェローとしてやって認めてもらってファカルティになってっていう先生は、まあ、何人か知ってますけどね、かなりまあ難しいとは思いますけど、ね、なるほど、分かりました。ありがとうございます先生、非常にまあ面白い話というか、整形外科の先生初めて、フェローの先生とかお話聞いたことあるんですけど、自転車からそのままアテンディングになった先生っていうのは先生が初めてだったので、はい、まあこのチャンネルはこういった感じでその留学とか医療系の情報を発信しててですね、うん、まあ見てる人っていうのはもうこれ最初サムネイルとかタイトルからもう整形外科の留学って出てるんで、そういう人がそういう人が見ると思うんですよ。なんで、非常にためになったと思いますし、こういう人がいるんだっていうところが、まあ、やっぱ整形外科で留学ってあんまり感覚としてないと思うんですよね。アメリカ行ってる人が少ないから、まあでも、実際できてるっていうことなんで、まあそれはすごく、勇気づけるし、モチベーションになるのかなっていうふうに思って、これってやっぱりその学生さんが見てるんですか、それとも両方ですね。学生と、もう医者になってからの人たちと、比較的若いですね、10代から30代ぐらいの人たちが見てる感じですね。はい、ですね、その若い。本当にもう日本で卒業してすぐ整形外科のレジデントに入るみたいなスーパースターみたいな先生がね、いずれ出てくるんですよね。そうですね。それはすごいなというふうに思います。はい。先生ありがとうございました。当たって、とっても、楽しい、お話を聞かせていただきました。はい。はい、まあ引き続き、この活動も続けていますので、何かあった際には、整形外科の代表としてお話を聞かせていただければと思います。いつでも聞いてください、はい、何でも。はい。ありがとうございました。はい、ゲスト、小松先生でした。ありがとうございます。はい。はい。さよならです。さよなら。はい。